はい、どうも皆さんこんばんは、モシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアム、そして IOST、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、えー、最後モナコインですね、いつもの6通貨をしっかり見ていきたいと思います。今日が2021年の1月の22日ですね、金曜日ということで、花の金曜日なんですけれども、そんな花の金曜日にですね、大変なことが起きてしまいましたね。今日の仮想通貨市場なんですけれども、大きく下げてきました。ビットコインに関してはですね、一時300万円をですね、割るような展開もあったんですけれども、今で,ですね、えー、そこから大きく反発されてきて、えー、330円 現代まででですすすねね回復してきててきいいるという風なな、ね、状況になっております、まああの仮想通貨資料全面的にですね下げているっていう状況はありますのでまあ今日に関してはですね非常にヒヤヒヤするようなですね展開になったんじゃないかなと思います今日の動画ではですねまあなぜここまでね下げたのかっていうところもうですね見ていくんですがこの作業はいつまで続くのかここで買うべきなのかどうなのかそのあたりの戦略をですねまあ見ていきたいなと思っています で、あと注目のニュースもですね、ピックアップするんですけれども、ビットコインのですね、今後の相場を見ていく中で、どういう風なですね、別の指標ですね、どんな指標に気をつけながら、えー、まあ相関しながらですね、こう見ていけばいいのか、そのあたりのですね、注目ニュースがありますので、えー、まあそちらも非常にですね、学びになると思いますので、まあ、そういったニュースもですね、ピックアップしていきたいなと思っております。このチャンネルではですね、世界経済、それから仮想通貨関係のですね、ニュースをピックアップした後に相場に移って戦略構築、えー、相場分析ですね、はい、やっていくということで、まあ、毎日ね、見ていただくことによって、まあ、15分 20分ぐらいの動画でですねその日のマーケットの状況と、あと今どういう風に攻めていくべきか、その辺りがですね学べるような動画になっておりますので、えー、ぜひ、えー、チャンネル登録いただいて、毎日見ていただけたら嬉しいなと思っております。あと、毎朝です、ね、相場分析インスタの方でやっています。あと、今日昼もですね、えー、ツイッターでちょっとね、つぶやいたんですけども、えーまあ、ツイッターなんかもです、ね、やっていますので、以下の概要欄から、えー、フォローいただければ嬉しいなと思っております。で、えー、とトレーディングスクールのですね、グローベイズメンバーの皆さんに関しては、えー、今週日曜日ですね、限定ライブをさせていただこうと思っています。夜の 9時からですねやっってていいこうと思っていますのでまたあの会員限定ページのですねプログラムでね、えー、周知していきたいなと思っておりますのでそちらもですねチェックしていただければと思っておりますということで、えー、まずはですねニューヨークダウの方からですね見ていきたいと思うんですが、えー、今日のニューヨークダウですね、反落しまして12ドル安、まあ、ほとんどね、えー、落ちていないという状況で、まあ、あの前日で,ですね最高値を更新してきましたので、まあ、利益確定売りがまあ優勢だったかなというふうなニュースですね。 はい。まあ、利益確定売りがですね、まあ、入ったんですけれども、新型コロナウイルスのですね、経済正常化に向けた、そのバイデンさんの政策にですね、まあ、期待もあって、なかなかね、下には硬かったというふうな、あの、報道になっております、えー。その流れを受けてですね、始まった日経平均なんですけれども、反落しまして125円安ですね、高値警戒で利益確定の売りと、こ,こ,こちらもですね、ほとんど同じような状況になっているということで、まあ、前日比0.4%ぐらいですね、落ちてきたということですね。はい。日経に関しても30年ぶりのですね、高値をつけていましたので、えー、まあ、そこから のですね利益確定売りがまあ入ったというふうなです、ね、状況になっておりますと今日ですねイギリスのタイムズ紙がですね東京五輪について日本政府が新型コロナウイルスの感染拡大で中止せざるを得ないと内々に結論付けたというふうにです、ね、報じたそうなんですね、まあ、ただねえ一方ですでにですね五輪交換への期待は非常に薄い状態になっており相場全体への影響はです、ね、限定的だというふうなです、ね、指摘もあるということで五輪ねかなり期待はまあ薄いなというふうな、ね、状況でまあ本当に五輪中 中止となったとしても日経に与える影響いうすでに織り込まれているかもしれないというふうなです、ねえー、まあ感じの報道もあったということで、まあ、こちらもです、ね、ちょっとえ注目かなと思っています。えー、これがです、ねまあ、株式市場のニュースなんですけれどもちょっと、ね、ここから、えー、今日の注目であるビットコイン仮想通貨市場のです、ね、ニュースなんですけれどもまず1つですね、えー、ビットコインブロックチェーンに問題が発生したんじゃないかというふうなです、ね、噂が広がったということで、えー、まあ今回のです、ね、下落に、まあ、あの少しつ、ね、ながったんじゃないかというふうなです、ね、指摘が入っております。 ということで、えー、二重払いの噂と、FUD のですね、指摘の背景ということで、えー、ビットコイン、ブロックチェーンで瞬間的なチェーン分岐がですね。確認されまして、えー、二つのブラックの再編成を行う、えー。レオーグがですね、発生したということですね。報じられています。で一部のメディアではですね、この分岐を悪意のある攻撃として、ビットコイン、ブロックチェーンで二重払いが発生したという風にですね。えー、する。報道もありですね。五十一パーセント攻撃と言われるですね。まあこれ、あの、またね、皆さん、調べていただきたいんですが。まあ 一つのですね、取引を承認するのに、えー、まあ、過半数のですね、51%を作為的に承認させてしまって、その取引を不正にですね、改ざんするみたいな、そういう攻撃のことをですね、51%攻撃というそうですけれども、まあ、そういったですね、悪意のある攻撃や問題が起こったんじゃないかみたいなですね、えー、そういう連想させるような報道で、えー、まあ、ビットコイン市場をですね、混乱させる要因となっているというふうな状況ですね。はい。ちょっとね、まあ、二重払いとかね、そのあたり、細かい、えー、技術的な話に関してはですね、まあ、皆さん、僕もあまりね、 めちゃくちゃゃく詳しいいわけでではないので皆さんでもですねぜひ見ていただきたいんですがはいそういったですね FUD って言われるまあ、良くない噂をね流して、えー、市場のですね不安に陥らせるみたいなそういうですね、えー、ことが起きたんじゃないかという風なですね報道もされているということですねはいこちらがちょっとね下落の要因につながったんじゃないかという風ニュースなんですが、えー、今日ですね注目したいのはこの DM、MM、ビットコインさんがですね、えーまあ、マーケットレポートということであの報じているんですけれどもこの中はです、ね、非常に面白い情報が入っているということですね でここからですね、ビットコインの相場をどのように見ていけばいいのか、何を指標として見ていけばいいかっていうところをですね、お伝えしてくれているんですけれども、まず1つ目ですね、景気先行き指標の銅とですね、ビットコインの歴史的な上昇、えー、この辺りをですね、えー、グラフ化してくれているんですけれども、これまでですね、まあ、2016年以降、えー、ビットコインとですね、銅は本当に綺麗なですね相関関係の中で動いてきたというふうなです、ね、報道なんですね、はい、あのコロナショック以降ですね、ずっとこう、まあ、伸びてきているわけなんですけれども、ビットコインもですね、本当にこう、綺麗に相関して動いていると。そういった でで、この中で銅はですね、ずっとこう上昇を続けているわけなんですけれども、一方で、えー、今回ですね、ビットコインに関しては大きなです、ね、下落が始まったということで、まあ、今後ですね、この銅がさらにね、どんどん伸びていくっていうことであれば、直近のですね、2016年以降のこの相関関係を見ると、ビットコインもまだまだですね、上昇していくんじゃないかというふうなです、ね、見方ですね、これが銅とビットコインのまあ相関ということで、まあ、あまりですね、こういうところを見たことなかったので、非常に面白いいなと思っています、まあ、この後にもです、ね、今後のの分析の中で取り上げていきたいなというふうに思っております。 それからもう一つですね、こちらに関してはずっとですね、僕のチャンネルでは言っていますけれども、このドルインデックスが示すバブル崩壊パターンということで、えー、2018年のバブル期と現在の動きにですね、記事感ということで、えー、ちょっとですね、こちらのグラフを見ていただきたいのが、この赤がですね、ドルインデックス、ドルの相対的なですね、強さを示している値ですね、それからビットコインの値動きがこちらの黒のところなんですけれども、まあ、ドルインデックスと BTCUSD ですね、ビットコインの値動きに関しては、まあ、逆相関するようなです、ね、形で今も でね動いてきているということですね。2016年以降ずっとですね、えー、逆相関の形をまあ築いているという状況ですね。で、直近のところ、まあ僕のチャンネルもずっと言っていますが、ドルインデックスがずっと下落を強めてくる中で、ビットコインに関してはですね。あのー、逆に上げていったという風な相場でここでですね。クロスしたわけですね。ただまあ今のところですね。ドルインデックスが数値としてですね。88っていうところまで落ちているそうなんですね。で、この88っていう水準は2018年のですね。バブルが崩壊した時の水準とまあ一致しているということで。 もしここからですね、まあ2018年の時はドルインデックスここでそこを打ってからの上昇にがあの変わっていったわけなんですけれども、ここで同じようなですね展開を見せることになれば、ここでですね、2万ドルまで上がった相場が一気にですね、5000ドルぐらいまで落ちたっていう、えー、逆相関のですね関係を築いたわけですけれども、ここから一気にですねビットコインあ、ビットコインの下落幅がですね、もっともっと大きくなる可能性があるんじゃないかと、過去の傾向からですね、そういうことを言われているということですね。まあここまでですね、綺麗に逆相関しているっていうことなので、やはりですね、 インデックスととの相関は今後も見てていいいいいかないといけないかなななけうに思っております、まあ、この辺りはです、ね、日々の動画の中で取り上げていきたいなというふうに思っております、えー、あとはですね仮想通貨市場の時価総額ですね一気に下がりましたね、えー、今日のところで8770億ドルまでですね下がってきているとあの前日行くとですね1兆ドルね到達していたんですけれども一気にですね下げてきたというふうな状況で、えー、非常にですね警戒感が強まるような相場になっていると、えー、一方でですねこのドミナンスなんですけれども注目ですね これ、えー、ビットコインのですね。ドミナンスが56%まで下がっています。この水準まで下がったのは2020年のですね。9月以来なんですね。 で、逆にアルトコイン、えー、このアザーっていうところですけれども、まあ、あのイーサリアムに関しても下がっていますけれども、一方でね、えー、その時価総額の低いアルトコインも含めると、アルトのですね上昇、勢いを上げているんですね。で、これが28%の水準まで上がってきているということで、以前にこの28%まで上がったのは、この9月の水準なんですね。どちらも9月、暗9月の半ばから後半ぐらいのところにかけてのですね、状況と今、告知しているということで、ちょっと注目なんですよね。で、ちなみに2020 20年の9月の時に、 はですね当然ながら一旦ねビットコインの調整が入ったわけですけれどもそこから堅実にですね相場を上げていったという風な状況がありますのでまあ、ここからの値動きですね2020年の9月と同じようになるのかその辺りもですね注目していかないといけないかなという風に思っていますこれがですね今日の外部環境になっておりましてここからですね実際の相場分析それから戦略構築のところをですねビットコインからやっていきたいと思います はい、えー、それではですね、やっていきたいと思います。まずはですね、ビットコインのドル建て。えー、今日はですね、冷やしからいきたいと思います。今の時刻が、 えと20時30分ですね、今のビットコインの価格が3万1800ドル、日本円でいうと、えー、329万円ぐらいのところを推移しておりますということで、えー、大きなですねこの三角持ち合い抜けてから、えー、どこで落ちるのか、どこで止まるのかという,ふうなですねところが注目されたんですが、結局のところ3万ドルがですねやっぱりサポートラインとして効いて、えーまあ、今、ですね反発してきているというふうなです、ね、状況になっております。 で、まあマック D、完全に下向きですね。で、RSI も下,下向きなんですけれども、今ですね、RSI が40付近までですね、落ちてきているわけですね。で、この RSI がですね、40、冷やしの RSI が40まで落ちてきたのって、直近でいつだったのというところをですね、遡っていくと、先ほどもですね、ドミナンスのところでも言っていましたけれども、2020年の9月なんですね。2020年の9月っていうのは、上昇の勢いの中で、確か、確かね、1万ドルを超えたぐらいのところで動いていたんですけれども、 一気にですね、一旦下げたんですね。えー、下げてからまたですね、上昇に向かっていったというふうなですね、値動きを起こ,す起こしたのが、えー、この9月ということで、まあ、そこから行くとですね、同じような展開になっているということで、えー、まあ今ですね、一気に下げましたけれども、そこからですね、上昇を向かっていって4万2000ドルですね、直近の高値も、まあ、超えていくようなですね、展開になる可能性もあるということで、まあ、ちょっとね、ここは注目かなと思っています。で、えー、ここのですね、戦略なんですけれども、まあ、ビットコインね、えー、もう買った方がいいですかみたいなですね、お話をよくえいただくんですけれども、 今買うかどうかっていうのはやっぱりどういう時間軸で戦っているかっていうのがですねもうめちゃくちゃ大事なんですね、いつも言っていますけれども、長期的な戦略の中で今ですね買うべきかと言われればこれは買うべきなんですね、現物、特に現物でガチをしていく方に関してはここまでですね大きく下がった、下がる相場っていうのはもしかしたら今後ね、また先になるかもしれないと。 で、えー、今回、ですね大きく下げて3万ドルまでねあの一時、まあ、3万ドルを割るような展開まで下げたわけですけれども今のところちょっと落ち着いたように見えますよねまあ、反発してきているということは一旦ですねここまで下げて止まったということは焼き尽くされたというふうですね見,か、えー、見るのがです、ね、普通なんですね。まあ 本当にね、あの、直近のところで100万円以上落ちていますので、えー、ロスカットや、まあ、そういったところもですね、含めて、一気にですね、強制決済させられて、えー、まあ、焼き尽くされたから止まったというふうに見るのが普通ですで。そこから反発してきているということは、新規の買いが入ってきているというふうにですね、考えることができるわけですね。従って、えー、今からですね、一旦は上昇していくような相場になるんじゃないかというふうにですね、見れることができるんじゃないかなというふうに思っております。えー、ただですね、まあ、これ上がっていったところで、まあ、後でね、4時間足でも見ますが、えー、高値切り下げラインや、まあ 4時間足で見ましょうかね。<laughs> ごめんなさい。はいこちら4時間足なんですけども、えー、短中長の移動平均線、全て上に控えていて3万6000まあいろんなラインが上に控えていますということをです、ね、い,いつも言っていますよね。したがってえデイトレード 1>, 1日2日ぐらいで決済するトレードトレーダーの方はですねここの戻りをですね必ず売ってくるんですよねここが、えー、まああのロングが勝つかもしれませんハイが勝つかもしれませんけれども相場展開としてはそういう展開になるわけですよただしもっともっと枕の視点に立った時にですね一旦の調整にしかも見えないわけですよねだからって現物保有の方はやはりですねここでしっかりね買って買い増していきたいというふうなです、ね、相場展開になっているんじゃないかなと個人的には思っていますでここで全力で買うのでは絶対ないですよね全力で 買うんんじゃなくてまだでですすねね下げるる可能性も当然あるんですよ、ね、相場なんで何が起こるかは絶対誰にもわからないので、えー、ここからですねまだ一段下げる可能性もあるとそういった時にもしっかり対応できるように余力を残した、えー、積み増しをやっていくということですねこれはもう定期的に特にこういう大きな下げっていうのは大チャンスですので、えー、下げればしっかり積み増していくということですね堅実にやっていけば気づいた時に、まあ、大きな相場になっていて、えー、利益もですね大きくなっているというのがですね、まあ、あの長期投資のの基本かなと思っていますので、えー長期 のの方方ははやっっっぱり現物ガチの方はですすねあまあ買ってていいいくべきなななんじゃないかなと思っています一方で、えー、デイトレードされる方に関しては、まあ、昨日ちょっとねショートのお話もしましたけれども、えー、ここまで下げてですね今反発してきていると次開けたところでショート勢はです、ね、一気に入ってくると思いますので、まあ、そこでねショートを乗るっていう戦略もですねあの考えないといけないですよねで直近のところ、まあ、3万ドルまでのですね、まあ、2番底をつけにいくような展開のそこのですね利幅を取っていくという風なですね戦略になってくるわけですので、まあ、そういった狙い方をしてもですね面白いんじゃないかなと思います でこれだけですね一気に下方向にトレンドを切って、えー、戻ったところはです、ね、必ず売り叩かれるようなです、ね、構図になるわけなんですけれどもそういった構図の中でそれをぶち抜いてくるような力を見せれば当然ながらもうすごいですね強い、えー、上昇になるわけですよねしたがって損切って一気にです、ね、上を狙っていくような戦略も当然ありかなと思います、えー、いろんなです、ね、シナリオを考えながらその相場に応じたです、ね、臨機応変な対応をしていくのがやっぱり今ね求められる戦い方になるかなと思いますので、まあ、リスクを下げたい方は ですね、あのもう少し待って、えー、しっかり、ね、生還しながらです、ねこのまあ、3万6000ドルをまた超えたら、ね、ロングに入っていくとか、まあ、そういうです、ね、デイトレードの仕方もありますけれども、まあ、先ほど言ったような狙い方もできるということで、まあ、損切りラインはしっかり明確にしつつ、えー、しかも分割しながらです、ね、エントリーしていく、まあ、結構、ね、ここは難しいんですけれども、えー、しっかりです、ね、そういった攻め方をしていくことによって、えー、リスクを下げたあのデイトレードがで,す、ね、できると思いますので、まあ、その辺りです、ね、しっかり意識した出口戦略まで意識したトレード戦略をです、ね、立てるべきかなと思っています。短期的には今からです、ね、上がりそうな 気配ありますねこの焼き尽くされた相場がどこまでですねロングが入ってくるのか新規のロングがどこまで入ってくるのかそこをですね、えー、直近のところをしっかり注目しておきたいかなというふうに思っております、えー、続きましてイーサリアムを見ていきたいと思いますはいこちらイーサリアムですね今の価格がえー、と1200ドルですね日本円で言うと 12万4000円ぐらいのところを推移しております。あ、ちなみに、あの、円建てに関しては、この概要欄にですね、すべてね、僕は計算して入れていますので、そちらもですね、参考にしてみてください。で、今のところですね、1200ドルまで上がってきました。で、一時ですね、ここの1125ドル、まあずっと言っていたですね、この水平線と、あと、まあ上昇の平行チャンネルですね、ここはやはり意識されていましたね。ここで、えー、まあリバースされてですね、戻ってきているという状況ですね。で、単中長の移動平均線上に控えているんですけれども、今ですね、この長期の移動平均線で、えー、まあレジスタン、 されるかなどうかなっていう風なんですね展開になっているとでその上にですね1230ドルのですねこの水平線ありますここが、えー、直近においてですね強烈に意識されていたラインなんですけども ま、ほんにすぐそこのところまで、今ですね、反発してきているということで、直近、やっぱりここをですね、超えられるかどうかが注目のラインになってくるかなと思います。この1230をしっかり超えてくることができれば、さらにですね、そこを踏み台として、もう一段上がっていく可能性があるということで、しっかりそのあたりからですね、ロングをけ、あのー、見ていかないといけないかなと思っています。ただ一方で、ここのですね、下落トレンドライン、これはですね、意識されると思います。先ほどのえビットコインのですね、戻り売りと同じなんですけれども、ま、短期、中期の移動平均線なんかもですね、 に控えていいるととうことでやっぱり上った、えー、ところをですね、売り叩かれる可能性がやっぱりね、あるということで、この1230を超えて、えー、しっかりね、踏み固めたような値動きが見られれば、そこからですね、しっかりロングに入っていって、えー、また、賞金最高値の更新を狙っていくということをですね、やっていくような相場かなと思っています。で、まあ、ここでですね、売り叩かれれば、やっぱりダブルボトムが意識されて、本当にこの上昇平行チャンネルの最終局面でですね、一気にダブルボトムからの上昇っていうのはですね、あのー、まあ 結構ね、ダブルボトムからの上昇って一般的にね、多いですので、えー、そういった相場をですね、しっかりね、あのー、冷静な気持ちで待つっていうのもですね、あのー、一つの戦略かなというふうに思っています。まだまだね、中期的なトレンドとしては、やっぱりこの平行車に抜けていませんので、まだね、上に見ていくことができるというふうになってくると思いますので、えー、まあ、ここのラインをですね、割られると非常に厳しいわけなんですけれども、えー、次のシナリオを想像しながらですね、ここはしっかりね、あの、相場を生還していかないといけないかなというふうに思っております。はい、えー、続きまして、iOST 見ていきたいと思います。 はい、こちら iOST ですね、今の価格が、えー、1.5セントぐらいのところですね、日本円で言うと1.6円、えー、iOST に関しては、もうここをです、ね、抜けた時からずっと言っていますが、えー、これはです、ねまあ、あの上げれないだろうということで、まあ、あの下げてくるだろうというお話、ずっとしていたかなと思います、でえー、買い時としてはこの1.3セントぐらいかなというふうなね、直近のところで言ったかもしれませんが、ここでですね一応、まあ、ピンバーつけて、ですね今あの、短期的なトレンドを変換、トレンドを、ね、転換しようとしているという状況ですね。 ここの下落のトレンドライン、これ綺麗にね決まっていますので、ここをですねやっぱり抜いていくまでは直近上がる見込みはまあないだろうということで、えー、まだまだですね下げてくる可能性は十分考えられるんじゃないかなと思っています、まあ、一方でねここを抜いたとしても、やはりこの1.9セント、日本でいうと2円ぐらいのところのこの水平線ですね、ここをしっかりねあの抜かれるまでは、なかなかですねこれはもうロングに入ることはできないと思っていますので。 ま、短期的なね、あの、一周的な上昇、えー、はあると思いますけれども、やっぱりそういった、あの、リスクのですね、あるトレードではなくてね、しっかり、こう、みんなが意識されている1.9セント、2円というところをですね、ぶち抜いて固めたところからのロングですね、ここをしっかりね、狙っていきたいところかなというふうに思っております。まあ、もう一段ね、この1円ぐらいのところまで下げたら買うっていうのはね、あのー、ありかもしれませんけどそのあたりはですね、まあ、インスタの総理ーーでもね、しっかり情報の更新があればですね、ピックアップしていきたいなというふうに思っております。えー、続きまして、ライトコイン見ていきたいと思います。 はい、こちらライトコインですね。今の価格が139ドル日本円でいうと、 えっと、14,400円ですね。ライトところに関しては、この140ドルの水平線を割ってしまいました。で、今ですね、反発してきているんですが、ビットコインと同じです。単中長の移動平均線を上に控えているということで、えー、ここで反発、えー、戻り売りを狙われる局面です。これは間違いないですね。ただし、この戻り売りを狙われる、いろんなラインが密集して、上に行けないっていう風なラインをですね、ぶち抜いてくれば、えー、次またですね、上昇トレンドを転換していって、180ドルに達する可能性があると。ま、あこれはですね、至ってシンプルな見方でいいと思いますので、ま、あこの140ドル のところですね歴史的に意識されたラインでもありますので、まあ、この辺りの局面ですね140ドルから150ドルあたりのところで全ての線がです、ね、重なってきますので、まあ、ここを起点として、えーまあ、トレード戦略を立てていくということですね、はい、意識ラインはここに置いてしっかりね直近の相場を見ていかないといけないかなと思っています短期的にはやっぱり戻り売りが狙われやすい局面であることは、えー、間違いないんじゃないかなと個人的には思っております、えー、続きましてビットコインキャッシュですね見ていきたいと思います はい。ビットコインキャッシュもですね、まあ、同じような展開ですね。今が429ドルということで、日本円で言うとですね、4万4000円ということで、えー、ビットコインキャッシュに関してはですね、あの、ちょっと違うところに関してはずっと意識されていたトレンドラインをしっかり抜けてしまいましたというところと、各種移動平均線を上に背負っているというのは他の通貨と同じなんですが、えー、もう一つですね、ここ、えー、歴史的に意識されていたこの水色のですね、この帯のラインですね、ここを下抜けてしまっているんですね。ここがやはりね、弱気になりやすいような展開になっているのは間違いないかなと 持っていますこのあと単中長の移動平均線がこういうふうに垂れてきますのでしっかり戻り売りは狙われてくると思います、まあ、そうなったときに次のですね下落ポイントとしてはやっぱりこの360ドル付近までですね落ちてくる可能性は、えー、やっぱりね可能性としてはあるんじゃないかなということで、まあ、この辺りはですねビットコインの相関関係見ながらですね、えー、見ていきたいなとでロングに入っていくのであれば、まあ、そういった各種移動平均線を抜けたところからのロングですねもうあの他の通貨と全く同じです戦略に関しては同じように動いていますので同じような戦略がまあ有効になるということで、えーまあ こういったね意識ラインは若干違いますが、えー、意識ライン含めてですね今後の戦い方いろんなシナリオを考えながら戦略を組んでいくということをです、ね、やっていただければと思っております最後にモナコイン見ていいいきたいと思います。 はい、えー、こちら、モナコインですね。今の価格1.63ドル。日本円でいうと、えー、164円ぐらいのところを推しておりまして、モナコインは、えー、相変わらず注目ですね。ほとんど動いていません。一時的にですね、ここ、えっ、ー、と、1月の22日9時からの値動きで、一旦ですね、1.4ドルぐらいのところまで下げたんですけども、鬼のようなですね、リバースで戻して、えー、またですね、高値を狙っていくような展開になっていると。えー、この三角もちろんですね、冷やしレベルで大きなね、えー、まあ意識をされているわけなんですけども、その中でも4時間足レベル で単純の移動平均線が揃っっっててて上に向かっていっている局面なので、えーまあ、直近のところずっと注目しているわけですねでそろそろまあ煮詰まってきたんじゃないかなということで、まあ、ここのですね高値を切り下げているラインと、えー、上昇のこのトレンドラインですねここがまあ重なっているということで、えー、直近のところでですねちょっと大きな値動き大きめの値動きがですね起きる可能性はあるんじゃないかなと思っていますでまあここの展開を見るとやっぱり上に行きやすい展開であることは間違いないということで、えーまあ、次意識されるのがい,いつも言っている通り 1.86ドルですねここを超えてからロングに入るのはまあ有効かなというふうに思っていますし、えー、ここの高値切り下げラインですね、えー、まあ三角持ち合いのような形にもなっていますが、ここを超えてからのロングもですねまあ短期的には有効になる可能性ありますので、えー、しっかりまあ分割しながら、ですねここは狙っていってもいいんじゃないかなと、一方で、ここのねあの上昇のトレンドライン、ここをしっかりね明確に実体レベルで割り込んでしまうと、えー、まあ状況はガラッと変わってくると思いますので、まあそういったねあのところを意識しながら戦略を組んでいけばいいかなというふうに思っております。 ということで、えー、今日の動画ここまでにしたいと思います、えー、グローベ b e のメンバーの皆さん今週の日曜日ですね夜9時初めての、えー、ライブをですすねやっていいいきたいと思います限定ライブですねやっていきたいと思いますので、えー、会員ページのブログをですねぜひ読んでみてくださいということで、えー、今日の動画ここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました